小学3年の頃、仲の良かった友達の A が、マンホールに落ちて死んだ。事故だった。A が死んで何日か経った、ある夜のこと、僕はおかしな夢を見た。薄暗い、どこかの路地裏だった。僕の足元には、蓋が半分だけずれたマンホールがあって、その隙間から、僕を呼ぶ A の声がした。よー、B。久しぶりだな。よ、A。お前、なんでそんなとこにいるんだよ。僕の問いかけに、A はかすれた声でケケケと笑った。僕はこいつ、こんな変な笑い方をするやつだったかな?と思った。A の顔は蓋の影になっていて、よく見えなかった。目だけが、かすかな光を反射して暗闇に浮かんでいる。俺か?俺は今、ここに住んでるんだ。俺は、マンホール人になったからな。マンホール人?そうさ。再びケケケと笑う。マンホールの下には、地下の世界があるんだ。そこに住んでるのが、俺たちマンホール人さ。おっと、お前の考えてること、わかるぜ?そんな話、聞いたことがない。マンホールの下には、下水とかが流れてたりするんじゃないのか?毎日マンホールに入って仕事をしている人たちだっているんだから、これまで世間にバレずにいられるもんか。だろ?それまで陽気な調子でまくし立てていた A だったが、不意に、低く恐ろしい声になった。僕は黙ってうなずくしかなかった。他にも何か忘れている疑問があったように感じたが、口には出さなかった。オッケー、親友のお前にだけは教えてやるよ。まず、街中にあるほとんどのマンホールは、普通のマンホールさ。中には下水が流れていたり、電気のコードとかが張ってたりするんじゃないのか?けど、その中に紛れて何個かだけ、何百メートルも下にある地下の世界に通じている、特別なマンホールがあるんだ。そいつは、いつも鍵がかかっていて開けられない。地下側からしか開けられないようになってるんだ。マンホールで仕事をする人たちが、この開かないマンホールは何だろう?と思っても、会社の偉い人から、気にするな。無視しろ、と言われるんだ。会社の偉い人は、もっと偉い政治家からそう指示されてる。そいつらも、もっと偉い奴から。だから、誰もその存在に気がつかないんだ。すごく偉い奴しか、知らないってこと?そうさ。あとはお前みたいに、直接マンホール人から教えてもらったラッキーな奴くらい、ってことだな。A は得意げに言った。じゃあ、せっかくだからもっと教えてくれよ。地下世界って、どんなところなんだ?さっきも言ったけど、地上から何百メートルも下にある。地下鉄が走ってる場所なんかより、ずっと深いところだ。そこには巨大な空間がある。天井までの高さは、東京ドームくらいあるかな。そんな空間が、この街よりも、いや、日本よりも、ずっとずっと広く、広がってるんだ。でも、地下って真っ暗なんだろう?どうしてわかるんだ?そりゃ俺だって、初めは暗くて何も見えなかったさ。ただ、不思議なんだけど、すぐに体が馴染んだんだ。今じゃ昼間と同じくらい、はっきり見えるぜ。目が見えるようになって、天井をよく調べたら、ポツポツって小さな穴が開いてるのに気がついた。それが、俺が落ちてきた、地上に繋がってる穴なんだな、ってわかったんだ。でも、他のいろいろなことは、マンホール人の仲間に教えてもらったんだ。優しくて、とっても頭のいい奴らだぜ。多分、地上人よりもずっと進んでる。地下世界の地理や成り立ち。地上の奴らとのうまい付き合い方。これから先の未来に、この星で起きることだって、なんだって知ってるんだ。興奮した A の声だけが、マンホールの隙間から響いてくる。なんでこいつは、顔を出さないんだろう?それに、聞いた話だと、マンホール人は年を取らないんだってさ。長老みたいな奴は、もう何百年も生きてるって言ってた。何百年も前だと、マンホールはなかったんじゃないのかな?ああ?低い、怖い声。ごめんと、僕はすぐに謝った。とにかく、地下世界はいいところさ。マンホール人もみんないい人たちだしな。B も来いよ。学校もないし、勉強もしなくたっていいんだぜ。ずっと遊んでたって怒られない。俺、もっと早く、マンホールに落ちてればよかったと思うぜ。そう。A はマンホールに落ちたんだ。マンホールに落ちて、A は。思い出した。忘れていた疑問。違和感。でもお前、マンホールに落ちて死んだろ?不意に、マンホールは沈黙した。僕はもう一度繰り返す。A、お前はマンホールに落ちて死んだ。
突然、目の前で何かが爆発した。とっさに、僕はそう思った。だが正確には、足元にあったはずのマンホールの蓋が天高く弾け飛んだ、その音だった。ものすごい勢いでマンホールから飛び出した、A の頭に弾かれて、だ。ああ。狂ったように叫ぶ A の顔は、僕の頭の5メートル上空にあった。その目は白く濁って膜が張り、深海魚のようだった。そして、その胴体は、蛇のように長く長く長く伸びて、マンホールの中へと繋がっていた。痛い、痛いって。やめろ、かじらないでくれよ。今、こいつを連れてくから。地下に連れてくから。だからかじらないでくれよ。なあ、B、俺たち親友だろ？一緒に来てくれよ。地下の奴ら、地上の奴を連れてこいって言うんだ。連れてこないと、ひどい目に遭わせるって言うんだ。俺の体、変わっちまった。地下に落ちて、暗闇でも目が見えるようになったら、いつの間にかすごく長くなってたんだ。俺の足、まだ地下にある。何百メートルも下の、地下にあるんだよ。あいつら、地下で俺の足を食ってるんだ。ガリガリ、ガリガリ、かじってるんだ。いくら食われても、すぐに肉が張って、戻っちゃうんだ。死ねないんだ。助けてくれよ。痛いのはもう嫌なんだよ。なあ頼むよ。俺と一緒に地下に来てくれよ。一人じゃ嫌なら、お前が好きな隣のクラスのシーコも連れてこいよ。そうだ、三人ならかじられるのも三分の一だ。それがいい、後ですぐ連れてきてやるからさ。おい、なんで逃げるんだよ。ふざけんなよ。なんで俺だけなんだよ。なんで俺だけこんな目に遭うんだよ。ふざけんなよ、許さねえからな。連れてくからな。絶対、お前を。僕は生まれて初めて、自分の叫び声で目を覚ました。パジャマは、汗でぐちゃぐちゃになっていた。僕が小学6年の頃、シーコがマンホールに落ちて死んだ。大人になった今でも、僕はマンホールが怖い。